福山さんから、マリナンに言わせたいキュンボイスというのを預かってきております。嫌な予感しかしないんだよな。大人って怖い。大人って怖いんだ。なるほどなるほどね。これがね、ブラックシップですよ。闇です。あのさ、俺、お前の前でめちゃくちゃ喋るけどさ、これ、実は、照れ隠しなんだよ。脳がしびれる50音キュンボイス。あからんまでの50音のキュンボイス作成を目指すシリーズ企画。今までわちゃわチャンネル MC 陣とゲストの人気声優さんたちがキュンとするセリフを実演してきました。やり方はリクエストしたいキュンボイスの頭文字を決めるためにキャスト陣が50音カードを引いてキュンとするセリフを考案、そしてそのセリフを実際に演じていただくという企画です。本日は前回福山潤さんからリクエストのあったという井上まりなさんに喋ってほしいセリフが登場。果たして井上まりなさんは実演するのか。とその前に、今まで声優さんたちが実演してきたセリフの一部をご覧いただきおさらいしてみましょう。ではまず私が聞かせていただきますね、はい、じゃあこれドン。お、はい、私豊永は手、はい、です。はい、トシーが引いた手は、はい、高谷さんに言ってもらいたいセリフ。うん、手から始まる言葉を考える。手から始まる高谷さんに言ってほしいセリフ、考えさせていただきました。はい、こちらです。てめえ、今夜は返さねえ。うわー、わかる。これいいでしょ、これ言ってほしい。これもう裏側からまさかのおおっていう言葉が聞こえてきましたよ。ハートついてるからそれだけでさ、ハートついてなかったら別いろんな、はい、違う、そうなの、そうなの、そう思ってハートをつけたの。いろいろ使いますね、うん、そう、ちょっと恐怖になったら怖いなと思って。そうですね、はい、なるほど。いいね、こういうシチュエーションであえててめえっていう、はい、そうそう、そうなんです、はい、そうなんです、はい、では準備の方よろしいでしょうか。はい、それでは高谷さんによる手から始まる手の中で考えた胸キュンボイスです。お願いします。てめえ、今夜は返さねえぞ。帰りません。私が高谷さんに言ってほしいワード、最初の答えは、はい、は、はあ、それでは、私が考えました、はから始まる、うん、黒田高谷さんに言ってほしい胸キュンゼリフ、こちらです。どん、じゃじゃん。は、一人で帰れる、バカじゃねえの、おとなしく送られとけ。おー、はいはい、これいいね。いいでしょ、これいいね。これもちょっとなんか最初バカじゃねえのってちょっと冷たい感じで、あ、俺こういう感じで言うかもな。言うんですね。あ、いいですね。マリナンもうすでに高谷さんのことをよく理解している。じゃあもう高谷さん的にも言い慣れたかもしれないセリフということですね。そうですね、割とこういう、そう、こういうちょっと乱暴な言い方になっちゃうかもしれない。でも恥ずかしいからさ、照れ隠しも含めてね。でも優しい最終的みたいな、いい、これを、はい、高谷さんに読んでいただきたいと思います、はい、それでは、歯から始まる黒田高谷さんに言っていただきたい胸キュンゼリフ、どうぞ。はぁ、あ、一人で帰れる。バカじゃねえの、おとなしく送られとけ。いやぁ。はい、送ってください。じゃん、ふぅ、わかりました、じゃあ僕はもう、ふぅ、私は、やっぱ本妻が弟なのよ、私にとって。だからちょっとね、よしよしってこう、わしゃわしゃ系というわけで、こちら、で、ふぅか、俺が、どういうこと。だから褒めてほしい、頑張ったけど、ね、なんか少年に10年前に戻った感じ。もうだから、実家に帰ってきて、なんか久しぶりに姉ちゃんに会って、なんか褒めてもらいたかった、みたいな。こう、俺も変わったようで変わってないんだぜ、みたいなさ。ちょっと頼むよ。頼むよ、弟、弟、な感じ。お願いします。ゆぅ！じゃあ、ホセ君、セリフ、3、2、1、ドン。いや、あいつもあいつでスタメンになったけどさ。言ってないよ。いや、まあでもなんかスポーツマンなんだ。つうかさ、俺頑張った。
ちょっと天才、ちょっと遠くにかける姉の天才。そっか、都市に行ってもらいたいセリフね。はい、俺は福山さんに言ってもらいたいです。わかりました。はい、じゃあまずじゃあ福山さんから行きましょうか。はい、はい、じゃあ行きます。福山さんお願いします。はい、レレレレから始まるキュンボイスで僕に言わせたい言葉を考えていただく。レか、意外にレって、ね、難しいよね。そうですね、ね、はい、トッシーは相当楽しんで言ってくれるんじゃないかなと思って。何やりました。はい、はい、お願いします。レモン1000個分って結局すごいね。どういうこと。じゃあ超エロいセリフお願いね。え、これエロいセリフだったの。含有量の話じゃなくて。じゃあいいですか。はい、それでは参ります。豊永の、胸キュンボイス、レから始まる言葉でございます。いきます。レモン1000個分って結局すごいの。すごーい。じゃあマリナへのお題こちらです。ドン。ねねねねねねね、はい、意味わかんないのにしてやった。はいはい、じゃあ俺からいきますか。わかりました。じゃあ、はい、福山さんからその長文力作をお願いします。はい、ねから始まる言葉。ねっとり違う、ねっぷり違う、ねちょねちょ違う、ねちょねちょ、なんかしっくりこない。あー、これだ。ねちょねちょっぷり。絶対井上これ言いたくないと思う。絶対言いたくないと思う。ということで、まあ、このコーナー終わりにしようと思ったんですが、実はまだ終わりじゃないんです。なぜですか。実は前回福山さんと男性 MC 会を私やらせていただいた時にですね、福山さんから、マリナに言わせたいキュンボイスというのを預かってきております。嫌な予感しかしないんだよな。全然見たくないんですけど大丈夫ですか。まあとりあえず言うだけ。絶対ストレートで来ないでしょ。はい、あの判断はお任せします。なるほど、なるほど。あ、じゃあとりあえずちょっとね、あの、ダミヘの方を一回消毒しますので。わかりました。一回回収したいと思います。はい、はい、さあということでですね、福山さんから預かってきたセリフ、はい、こちらでございます。これをあの僕はもう深いことわかんないですよ。なぜか福山さんがマリナにこれを言わせたいそうです。あ、なるほど。福山さん私をなんでしょうね、滑らしたいんですかね。あ、まあ、まあそうあるかもしれないですね。ただまあ仮に滑っても、うん、あの福山さんのせいにすればいいだけなので。いや、福山さんのせいだとしても滑るのは私だから。気づいた。え、気づきましたよ。分かった。気づきましたよ。大人って怖い。大人って怖いんだ。なるほど、なるほどね。あ、これがね、ブラックシップですよ。闇ですよ、闇。これがブラックシップの闇の部分でですね。何が正しいんだろう。もう正解がないからマジで。そうね、まあ、多分ちょっと上から目線というか。あ、そうなの。女王様っぽく言ってほしいんじゃないですか。お、もう正解ないから、どう何をどうやっても滑る未来しかないんだよな。大丈夫だ、きっと笑ってくれるよ。福山潤先輩、かっこ先輩。ではマリナ、ちょっと最後にもうやるだけやるよ、うん、ただこれはカットするかもしれません。もうとりあえずもうこれやったらすぐ締めるから、このコーナー。わかりました、うん、ではマリナ、福山さんからのキュンボイスお願いします。ねっとり違う、ねっぷり違う、ねちょねちょ違う、ねちゅねちゅ、なんかしっくりこない。あ、これだ。ねちょねちょっぷり。以上、50音キュンボイスのコーナーでした。わちゃわちゃお届けしているわけなんですけれどもですね、なんと11月は1周年記念月ということで、なんとサプライズをご用意しているそうです。サプライズカモン。わー、おいしそう。はい、来ました、サプライズという1周年記念ということでね、1のろうそくを立てさせていただいております。これが10年、20年と続いていくと、はい、もう大火事だ。はあ、大火事です。ね、
ということになっております。じゃあお菓子になる前に2人でそうですね、まあ、あの今ねいろいろと感染対策のほうもありますんで、はい、ちょっと内輪の方 で、このろうそくを私豊永と舞なんで、はい、消させていただきたいと思います、はい、それでは参りましょう。1周年記念おめでとうございます。せーの、よいしょ、はい、頑張れ頑張れ、よし、よし、よし、おめでとうございます。こちらのケーキはみんなで後で美味しくいただこうと思いますよ。ありがとうございます、用意していただいて、はい、ということで、まあ、そんなわちゃわチャンネル楽しい1周年記念始まりましたので、皆さんチャンネル登録、高評価、コメントの方もぜひぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。ではでは、トミーもお付き合いいただきまして、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いしま す。それでは皆さん、また次回をお楽しみに。せーの、さようなら。